皆さんこんばんは。何回も今日はすいません。 PC をですね、いろいろやり直して配信のテストをさせてもらいます。よろしくお願いします。タクティカルさん、いらっしゃい。配信のテストです。どうなることやらわからんけど、やってみようと思う。大丈夫そうだね、今のところ。 100fps 出てますよ。なんか FPS が出てるんですけど、なんで？やっぱ SSD の C ドライブにインストールしたから関係ある？それ、関係あるのかな。関係あるよ。むしろ SSD にゲーム入れるのは基本ですよ。関係あるんですか？マジかよ。あの、うちの SSD256 ギガしかなくて、 OS が入ってるやつね。一つ見つけた。だから全部ゲーム系は D に入れてたの。わお、250ギガもう十分。 APEX は24ギガですよ。 APEX60 ギガあるんだけど、24ギガじゃないでしょ。わあ、 APEX がサクサク動く、軽い。そっか、 SSD に入れるのは基本なのか。ホローナイトとかさ、いいよね。別に軽いゲームはハードディスク HDD でもいいよね。近くか。やばい、俺死ぬかも。シールドリテコイでどうか。うちでは、いごめんよ。どこ？よっしゃーい、エイペックスが快適にできる。ナイス、ありがとうございます。チャンピオンとなりました。いやー、もう気持ちいい。もうさっきタクティカルさんが SSD にゲーム入れるのは基本ですよっていう言葉がすごいスッキリしてる。なるほどって思った。はあ、そういうことも知らずにやってたやな今まで。